ちゃん、アップルちゃんがいますね。今日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。青バラ作りの続きでございます。よろしくお願いします。かわいいね、アップルちゃん。2つ以上で交配したところで赤ができる。赤ができてから赤をたくさん増殖させて青ができるという順番なので、まだまだ日にちはかかると思います。前回やった時にね38日だったんですけど、今回38日以上かかりそうな気がします。同じやり方をしてもね、同じように咲かないし、これがね、また難しいとこですよね。だから全く咲かない人はね、この攻略法をやっていても咲かない方もいるのではないかと思います、ね。あとは他の方からもらうという方法もあると思いますけど、他の方からもらうのも一体のことならしないといけませんからね。なかなか一人で、ね、青バラを作ろうとしている方にとってはね、このやり方、近づき飛ばしてやっていくやり方が一番いいと思いますけど、なかなかね、思うようにできませんね。18日分の水をあげたいと思います。
の順番ね、参考にしてみてください。はい、これ12インチですね。12インチの指やりをやっていきたいと思います。私は感じております。買った上下より長持ちしていると思います。メイクはおすすめです。今日もここから咲いてるのは白バラ。黄色だね。オレンジに変えてるかな。オレンジが変えてるのがオレンジ同士の交差が上はここは赤オレンジから赤はまだここで赤は少ないです。ここの横にこれがオレンジがね、ちょっと待ってるんですよね。この上のがオレンジですよ。ここのオレンジね、オレンジが増えてくれればこれオレンジですね。オレンジ同士で赤ができるね。まれにこのオレンジ同士で青ができる可能性があります。ね、はい、いらないものだけ取っていきます。この黄色はいりません。こっちの白もここの白も紫もこの紫オレンジも、ね、こちらの紫も取っちゃいます。で、こっちもここの紫なのでの紫なので入りますね。で、この赤も入ります。赤、紫、そうですね、いらないです。で、このオレンジ期待できますね。これで次の日に行ってみたいと思います。ここはもうね、必要なもの取れてますので、このままでもいいと思います。ここは予備に以前のものね、ここからもなかなかオレンジができないので、オレンジができてから次の段階に行きます。ねえ、難しいですね。紫オレンジからオレンジっていうのはなかなかできないのが難しいです。はい、これでセーブしたいと思います。さらに2日間ずらします。5分あったらできたので、また一応ここの設定した時間より1分、静江さんが出てくる時間が
多い。55分に出てくるんですよね、いつも。あれ、一応5分、6分、撮っていきたいと思います。はい、今から13日分の売り上げをやっていきたいと思います。はい、特に欲しい。できないのでね、諦める人多いはずですよ。でもね、一回これできてしまうといくつでも作れるのでね、これ本当に誰かにあげれるのがあればね、私もあげたいぐらい。しまいました。もうベルの試合も作りませんでした。
あそこに売ってしまうとね、たぬき商店で売ってしまうと、この時間がちょっとね、もったいないですよね。2日目の方であればね、本当に問題ないんですよね。まあ、ここも必要になってきますね。オレンジ。第2の、オレンジの、第1のオレンジですね。第1のオレンジと、第2のオレンジ。オレンジを作ってるので、ね、これも必要になります、ね。そうですね。
この黄色と白、黄色、白。こちらもね、もういらなくなっています。からオレンジを作れば、効率よくできるかもしれませんね。やってみたいと思います。はい、これでさらに2日ずらしたいと思いますけど、まだまだ日にちがかかりそうなので、また録画なしでね、この先進めていきたいとも考えております。一応最後16日分までちょっと撮影したいと思います。5分あればいけそうですね。はい、今から15日分の動画を撮っていきたいと思います。はい、洗濯物を取り込み、はい、しずえさんも失敗があるそうですね。
この辺は財布に入りますね。これでですね、硬い木材と鉄鉱石。お、5時になってしまいました。これで次の日になってしまいますね。今日の分は槍が終わってるので、ね、いいんですけど、16日分の見ている絵やっていきたいと思います。浄土がなくなってしまったんでね、作らなければなりません。柔らかい方と鉄鉱石でしたか。硬い木材はいりませんってことですね。はい、では上路を3つぐらいで作ります。きれいに上路はね、なるべく丈夫な作り変えたいと思います。これだけね、いくつも浄土用意しておいてもやっぱり壊れてしまいますので、ちょっとやっても足りないと思いますね。リメイクもした方がね、やはりいいと思います。終わりにします。ここに全部先やっちゃいますね。ここはね、紫は3番目の色ですね。ここも一応
青バラが咲いてとかも、こんな感じでね、続けて2日飛ばし、2日飛ばしでやって続けていってみてください。参考になるといいと思います。